シナプシュチャンネル。メリークリスマプシュ。はい、というわけで工作会です。プロデューサーの飯田です。アートディレクター清水です。工作の年生鈴木です。落ち着いてる。はい、落ち着いたクリスマスなんでどういうこと？キラキラしてもいい、はい、しっとり。さあ先生、今日はクリスマスだ、はい、クリスマスということで、いはい、まあはい、今日はね、この紙皿を使いまして、うん、カリザラ3プシュ。え、ちょっと本当ですか？違う。カミザラ練習ツリー。誰がつけたんですか？カミザラプシュツリー。カミザラプシュツリー。面白いな、本当に。何にします？ですね、このカミザラを使ってちっちゃなクリスマスツリーを作るんですけど、いいね、まずこのカミザラをじゃあ切って。やっていきますね、社長。はい、やっちゃいます。じゃあ、ゆうさんのを見てる。はい。はい、まず紙皿を半分に折ります。折ります。使うのはこの半分なので、あ、半分切っちゃいます。はい。うまくいくの？はい。いつも通り試してはない。ない。こうやると円錐がね、できるはずなんです。あ、すごい立体なんだ。こうやって、あ、はい、3ですね。はい、3ですね。で、ここをもう両面テープで留めちゃいます。これでできましたね。できました。釣りっぽい。したら両面テープを縦に貼っていく。縦に貼っていきます。え、縦にこうやってとりあえず一周貼ってきます。これ先生、プッシュの要素出てきますね。あとで最後で付け足します。あっ、すぐ言うんだ。あとで付け足さおまけみたいな。はい、こうやって両面テープが縦にこう貼られました。え、そしたら好きな系統を選びます。とりあえずじゃあベーシックツリーのカラーで。グリーン。思ったよりギチギチ。あ、そういうことか。していくと、うん、結構ぎっしりしたツリーができるということだし。俺は…え、ラッシュ？え、ちょっと待ってください。今聞きましたか？やばい。パクリ？やばい。情報源が。ありますね、これ。どっかに。情報源が。調べてるね。でもここにプッシュ要素がね、足されますよ。あ、そうか、そうか。それで何とかね。でも私これどうやって足すんだろうと思って。どうしたの？どうやって足すんだろう？今考えてるの、これ。はい、今考えてます。どうか、情報源はあなたは Google 検索かな。情報源は Google 検索ですね。なんて検索したんですか、先生。クリスマス子供工作。飯田さん、大丈夫これ。あ、面白い。大丈夫なの？別に悪いことしてるわけじゃない。悪いことしてるわけじゃないけど。クリスマスが1年で一番好きだから、うん、クリスマスのシナプシのラインナップはいつもの気合い入れて作ってるんですけど、なんかこう街全体が浮かれる感じがね、いいじゃないですか。確かに。音楽とかね。そう。誕生日って自分の、はい、別に街全体は浮かれてくれないじゃないですか。クリスマスとかお正月とか、すごい。みんな一緒に楽しい感じがして。パーツを書いて、切って、ここに貼って、このツリー自体をプッシュにしたいと思っています。プッシュの形でもいいですか、先生？形でもいいです。おのおの自由にこれを使ってプッシュっぽくなればいいと思います。
か両面テープ、両面テープで、今までで一番よくできた。おお、あ、そういえば清水さんが言ってたのはそういうことだったんだ。あ、うんうん、こういうのもあっていい、うんうん、あっていい、ふわふわできました、できました、できました、できた。今日はゆう先生の、はい、ぴょこぴょこスリープシュー声小さかったね、なんか自信なかったな。手がぴょこっと、手がついたのが可愛いですね。はい、私はサンタプシュー。サンタプシュー、可愛い、可愛い、帽子かぶってるみたいな、すごい素晴らしい、素晴らしい。清水さん、雪山で雪だるまプシュー雪だるまここだけついてる、可愛い、可愛い、三者三様の、うん、なんかこの、なんだろう、この毛糸の質感が、ね、うん、冬らしさすごい良い、毛糸を巻くだけで結構、うん、めっちゃ楽しかったです。これ飾ろうか、飾る、うんうんうん、みんないろんな色でいろんな飾り付けでやってみてもらえば、ね、好きな毛糸の色が選べるから楽しい、うん、いこのぐるぐるしてるのが虫になる、そうです、ね、めっちゃ楽しかった、大人も夢中になれる心が、はい、というわけで、はい、何でしたっけタイトル、なんだっけ神皿で水にというプシュツリーでしたー、でしたー。